よろしくお願いします。体で、はい、きついところはありますか？きついところは、きついところ、ちょっとこっちであるんですけど、うん、腰、腰の上、肩、足、はい、お任せください。ちょっと、でも硬いな。行きますよ。はい、お願いします。はい、行けるわけ。いやー、肩めっちゃ硬いですね。本当、うん、痛い。力加減大丈夫ですか？え、力加減わかります？どういう意味？力の強さ。あー、ちょっと弱いな。ちょっと弱い。じゃあちょっとね、はい、合わせていきますよ。はい、合わせていきます。これはいかがですか？はい、いいね、オッケー。硬いな。硬いです。あ、それで痛くなるね。こっち何しますか？日本では。ここ今仕事。仕事、はい。どんな？サービス業。サービス業。あ、はい、それは辛いな。肩が凝りますね。そうそうそう。肩辛いよ。みんなから言われる。うん、みんなから言われると思う。こんなマッサージ受けないでしょ。ちょっと受けようと思ったけどね。はい。なかなか。そうそう、時間もな。時間もあれだし、チャレンジ精神っていうか、チャレンジ。うん、すごいすごい。硬い硬い。ちなみに国はどちらですか？スリランカです。スリランカ。はい、もうイメージ的にはもうカレーですね。食べたことありますか？あります。あ、本当？どんな感じ？はい、あの、ナンのカレー。ナンはネパール。ネパールですね。はい、自分はあんまそこまで分からんですけど、結構違いってあるんですか、やっぱあれって。ちょっと違うな。うん、スパイスが違う。スパイスですね。それは今違う。でもやっぱ好きですよ。相当美味しいじゃないですか。そうそう、美味しい。あの、ナンもいろいろ種類があって。そう、一番何が好きか、バター、あの、え、チーズ、チーズ、チーズ。あ、そう、私チーズはあまり好きじゃない。普通ですか？なんか普通の甘いやつ。甘いやつ、はい、なんかいろいろあるんですよね、本当。結構ありますね。っていうことはやっぱそっち系ですか、働いてる？いやいや、カレー別の。別のですね、はい。あー、もうでも結構やっぱあの多いですよね、本当ね、カレーで働いてる方。そう、多いな。うん、そうですね。じゃあ首行きましょう。はい、行きますよ。はい、ちょっと行きましょう。日本の食べ物やったら何が一番好きですか？日本の食べ物。日本の食べ物。今まで結構スープカレー好きだった。スープカレー？はい、北海道の。北海道。ああ、ジンギスカン。ジンギスカンね。はいはい、そうなんですね。自分は意外とジンギスカン食べてこない。本当か。北海道やったらこう海の食べ物多いですよね。あの、そうそう、魚類ね。魚、うん、確かに、あの、食べ物やったら北海道すごい美味しいですね、やっぱりね。そうそう、寒いところね。はい、ちなみに結構ラーメンとかどうですか？ラーメンも博多ラーメンが好き。博多ラーメン。あと関西の。ああ、そばが好き。豚骨。豚骨。豚骨のね、うん、純豚骨か。はい。大分のラーメンは。あれも好きですね。うん、大分なんかなんか豚骨と醤油が多いんですよね。うん、豚骨醤油っていう。でも首も硬いな、やっぱりね。ちょっと待ってよ。最初にね、これ肩甲骨。こうやって、こう楽にします。はい。あ、こういいですよ。もう力入れないで。はい。はい。あ、うん。いや、でもね、意外とまだ大丈夫。肩は硬いんですけど、首周りが硬い。はい、でもこっちの肩甲骨結構大丈夫です。お、肩甲骨の骨って言って、あ、そう、肩甲骨。あ、これは効きますか？はい。首の硬さはね、私も感じるから。うん、と思います。あの、ね、よしよし、いいですよ。結構、ちょっとこれだけしてて、はい。あ、す
ごい。こっちはやっぱり右手の方がすごいね。硬いです。硬いです。ビッテンすごい。今回でも YouTube 乗るの初めてやる。あ、そう、大事？はい。あ、そう、よかったな。ちょっと変わりますよ。もう一回やりますよ。はい。肩がやっぱり一番気持ちいいですよね。でもね、はい、やっぱちょっとこうやってこれだけ硬かったら気持ちいいでしょ。そうそう。でも初めてだからもうちょっと毎日いますか？土曜日？土曜日。はい、毎週土曜日。あ、そうそう。毎日は大変。毎日大変。はい、もう一回こっち行きます。じゃあ足ちょっとやっていきますね。はい。お願いします。はい。失礼します。じゃあね、これに足乗せる感じ。こ、乗せる。うん。これもいいっす？ OK、OK。うん。せい。大丈夫です。いきます。よいしょ。よいしょ。あ、すごい硬いね。硬い。すごい硬い、足も強さで大丈夫ですか、これぐらいで。痛い硬いかな。なかなかね、うん、もう大分県も全部行きました。大分はもう全部終わってる。うん、大分県にいるのもやっぱ温泉ですよね。はい。いろいろ今からやったら紅葉の時期みたいな。長さでこれから。いろいろ結構休みとかあるんですか。仕事。全部で食べる。結構いろんなとこ行ったらいい。どこが好きですか、大分県だったら。大分県だったら。最高ですね。泊まれた。泊まった。結構高いですけどね。日本から北海道ですもんね。食べ物やったら確かに北海道。でも結構スリランカでは帰ることあるんじゃないですか。結構2年に1回。あ、2年に1回。いくら帰ったら日本円でいくらぐらいかかるんですか。最後に肩だけちょっとやって終わります。はい。失礼します。よいしょ。ちょっと楽になったね。ちょっと楽になった。はい。もうちょい行く。行こう。肩はこれはね、硬いからいくらやっても大丈夫と。あ、そうです。うん。一ヶ月何回やったらいいですか。この硬さやったら。一瞬毎週やっても大きいぐらい。あ、そう。結局仕事に疲れてると思うんで、うん、すぐ硬くなるんですよね、仕事で。あ、そう。うん、そう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 。
ちゃんとお風呂はしっかり入った方がいいですね。あ、そう。うん、お風呂入った方があの体柔らかくなりますね。じゃあこれで最後に締めます。頭やる。最後にちょっとね、こう、ちょっとやる。Okay. ありがとうございました。また会った時にまた来ます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。